10時出発だったら9時15分ぐらいからバスとか乗り出します。9時40分にはみんな揃ってます。9時40分にもうベテラン選手もいるんですか？います。20分前でもいます。で遅くても15分前ぐらいにはもうドーンと出ちゃう。先に出発、先にっていうかもうみんな揃ってるから、あとは監督待ちです。監督が5分前に来るのか10分前に来るのか、監督が来たらもうゴーって感じ。それを監督と同じ時間ぐらいに来るのが松井秀喜なんです。それが本当に、はいはい、もうね、あいつね、もう5時はね、本当遅いの。で、大体俺とかもう乗ってるわけで、元木が大体松井のいわゆる教育係だった、はい、で元木がバスの後ろからおい、ガジ押せんだよおめえって言うわけ。いやまだ5分前ですよとかっていうのが松井秀喜なの。で、大体あいつ移動の時は監督の横の助手席に座ってるんですよ、松井が。一番遅いから。遅いからね。おめえはマネージャーかみたいな。